松田学です。最近ですね、国際情勢が大変こう大きく揺れ動いて、一体どうなっていくのかという、経済の問題もありまして、政治の問題もいろんな問題があります。でその中でも皆さん大変ご関心が高いのがですね、この韓国との関係ですね。で韓国の関係も含めてですね、いろいろなこの状況に対してこれをどう読んでいくのか、本日はですね、国際情勢に大変お詳しい批評家で、岐阜女子大学の客員教授、関東学院大学の講師をされている、西村幸雄先生にお越しいただきました。どうぞよろしくお願いいたします。こちらこそどうもありがとうございます。前からお話したかったんで、ありがとうございます。本当に楽しみ、こちらこそ楽しみにしております、これだけいろんな本をもうすでに出されてますけれども、韓国の本も出されてますね、それで最近のこの韓国、日本が貿易管理措置を取ったのは安全保障上の理由なんですが、これに対してですね、またジーソミアの破棄というわけのわかんない、韓国にとっては何のプラスにもならないだろうと、はい、この一連の流れですね、先生としてはどういうふうにご覧になってますか。ある意味想定通りと言いますかね、もうこの 4,5 年の流れを見て、つくづく私の予想した通りに動いてるなっていう気がするんですね。それはこの本がですね、21世紀の脱亜論という本が、これはちょうど4年前、に出したんですけれども、ここでその書いてある内容をと、でこれは今年の6月の頭に出た韓国の取説なんですけど、要するにこちらはですね、パク・クネ政権の時に書いてるんですね。ちょうどそのイ・ミョンバク政権からパク・クネ政権に移行する頃だったと思うんですけども、でこちらは当然その今のムン・ジェイン政権の時 に起きたことがメインに書いてるんですけれども、実はね、こっちからこっちにね、つながるんですよ。おお、そうなんですか。ということはどういうことかっていうと、パク・クネ政権であったにせよ、現在のムン・ジェイン政権でせよですね、韓国の対日姿勢、それからアジア外交の方針、そういったものは基本的にはですね、変わっていないということなんです。変わっていない。じゃあ文在寅政権だからってわけでもない。拍車をかけてるって拍車をかけたっていう、そういう気はしますけどね。なるほど。でということは、向こうにということはいかにも理不尽なことを我々から見るとですね、例えば貿易管理措置なんかも不正輸出の実際事例があってですね、でちゃんと協議しようと、で文在寅政権以前は協議に応じてきたのが協議に応じなくなってきたと、でこれは我々追い込まれてやってるような面が強いと思うんですけれどもですね、でただこの理不尽な韓国っていうのは考えてみれば、かつてから従軍慰安婦問題の時もあったしですね、そう言われてみればその点では変わってないですね。ずっと変わってないですね。歴史遡ればもうそれこそ130年前、140年前、あるいはもっと昔ですね、室町時代、あるいは古代のその、日本と朝鮮半島の歴史とか、そういうところまで行ってもですね、基本的には変わってないのかもしれないんですが、今そんなこと話してもね、視聴者の方も戸惑っちゃうので、最近のことで言いますと、やはり大筋では変わってないんですけど、特にそのムン・ジェイン政権になって、突出してきたと、突出してと思うんですね、その、理不尽さがですね、もっともっと極端に、その露骨になってきたということだと思うんですね。これはどういう背景を一番大きいんでしょうか。パク・クネ政権の時はですね、一つはやはり北朝鮮へは対峙しようというね、そういう意思がはっきりあったんです。あの時の韓国政権、それでしかし、その北京に吸い寄せられていくという、吸引されていくっていうね、それは、あるんですよ、それはその、この21世紀の脱亜論でも書いたんですが、日清戦争で日本が海秩序を壊してですね、それで朝鮮が独立できたわけですけども、その前の状態に戻ろうとしてるんですね。
朝鮮半島が、うんうん、要するに海秩序に戻ろうとしてるわけで、はいはいはい、それが分かりやすく言えば AIIB というのがですね、はい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 、21世紀の海秩序と言ってもいいわけですね。そういうその中華思想に基づいた、うん、あのそれで北京を中心とする、うん、繁栄する、うん、エリアっていうんですか、はいはい、でそういったところにやはり入ろうとしてる、うん、だけど北朝鮮には対峙してたんですね、うん、あのパク・クネ政権は。なるほど。でところがムン・ジェイン政権は、うん、あのむしろ北朝鮮の応援で政権取ったような政権ですから、うん、あの北朝鮮とは全く対峙してないんですよ、うん、で対峙していなくてそれで北京へのその指向性というのはそれは変わってないんですね、うん、だからますますその理不尽さが、うん、あの突出してきたっていうのが、うん、そういうふうに解釈すると分かりやすいと思うんですよね。大きな東アジアの潮流として中国を中心とする秩序、はい、再形成の動きがまずテールにあるということ。そういうことです。ありますね、はいはい、その中であの、北朝鮮との関係でいうとムン・ジェインはどうも北朝鮮のなんていうかあの要するに、まあ、結託してるんじゃないかと、はいはい、あるいは北朝鮮主導の統一を望んでるんじゃないかという話が、はい、結構聞こえてきますね。ずっとそうですね。あの、はい、まあ、極端なこと言うとね傀儡政権とかね、そういう言葉もあるわけで、はいはいはい、あの実際にそういう政策をどんどん行ってるわけですよね、はい、そうですね、ですからその今回の発端はですね、はい、あの例えばジーソミアに関して、はい、言ったらですね、はい、もう去年の12月20日の時点で、はい、ジーソミアは事実上破棄されてるんですよね。12月20日で、はい、というのは、海上自衛隊の哨戒機が、はい、日本の EEZ で不審な、韓国駆逐艦を目にして近づいていった時にですね、はい、でそばに、また不審な船もあったと、はい、でその時に攻撃レーダーを照射されて追い払われたわけですね、はいはい、でそれに対しての、 その説明何一つまともな説明が返ってこないわけですよ、はい、そうですね、はい、だからもうあの時点でね、日韓における軍事情報をその保護する協定なんていうものはね、もう前提としてありえないという、なるほど、ことなんですね。別にジーソミア始まったことじゃないって言ってたし、ジーソミア自体は実はパク・クネ政権の時に、あのやっと結ばれたもので、はい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 、で以前からずっとアメリカはずっとやれって言ってたわけです、はい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 、でそれもその日本もどういうわけかあんまりその安全保障にはですね積極的にならない、うん、そして韓国は韓国で、うん、まあ、独特のその反日感情っていうものがあってですね、うんうんうん、それで自衛隊に対してもものすごいその反感を持っているというのがあるんですね、うん、でそういうものは停留にあるわけで、うん、ですから、とてもその 両軍の軍事情報の包括保護 などというものに、うん、踏み出せなかったんですが、しかしもうアメリカから散々言われてですね、というのは北朝鮮がどん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 ミサイル実験、はい、核開発を進めているというのはですね、はい、オバマ政権のあの時期でもはっきりも分かってたわけです、はい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 、でこれはもう食い止めないとアメリカの安全保障にも危なくなるというホワイトハウスの判断で、オバマ政権ですらですね、実はああいうことをやれと、うん、それで日本と韓国に対立をするなんてことをしつこく言ってたんですね、うん、だから仕方なしに日韓慰安婦合意だって、うん、あれ仕方なしに結んだわけですよ。仕方なかったわけですね、はい、なるほどなるほど、そこの中の流れなんですね。そういう流れが一つまずあるわけですね。なるほどなるほど、はい、ですからあれですね、ジーソミアで日本はアメリカからリアルタイムで情報を取ってるという話をこの間聞いたんですよね、はいはい、他の方から、はい、ですから日本にとってはあれで実は全くないと。そうですね、全くないです、ね、でこの点から言うとアメリカの国益に一番反しているということですね。そうなんです、そういうことなんです。だからアメリカはなぜかといえば、まだ韓国にですね、はい、米軍が駐留しているわけで、はい、で米軍の兵士の安全に関わることであるわけで、それと当然家族もいますよね。で朝鮮戦争でやはり2万数千人の戦死者をアメリカ軍は出しているわけで、それは韓国をその守るためということで、まあ本当はね、厳密に言うとそうではないんですよね。韓国を守るためではなくて実は日本を守るためだったんですよね。実は朝鮮戦争の、あの米軍の
動きというのは、そうなんですよ実は。なるほどなるほど、だからアチソンラインというのは最初に出てきて、はい、それで北朝鮮が暴発してきたということを非常に、うんうん、アメリカ悔やんでて、で、マッカーサーのインチョンへの再上陸というのは、はい、あれは素晴らしい、まあ、軍事作戦的にも素晴らしい行動だったんですが、はい、あれがやはり、はい、あの実は日本を守るためだったっていうね、なるほど、そういうこともあるんですよね。なるほどなるほど、それでまああの韓国の国民がですね、はい、あの皆さんだから日本で報道を見ると不買運動やってみたりとか、はい、まああの韓国の文在寅が言ってるような感じでみんながこう言ってるような感じがするんですけど、実際のところどうなんでしょう、ね、いや私も最近行ってないんでね、わからないんですが、普通の人は普通なんですよね、で普通の人は普通で、あとはその、はい、ムン・ジェイン政権を強く支持した層、はい、そしてパク・クネ政権打倒の、はい、そのろうそくデモに積極的に、はい、関わっていた層、はい、そういった人たちが、はい、今その政府主導の反日デモや不買運動に積極的に関わっている、はい、わけですね。なるほど、でそういうところに実は北朝鮮の情報工作もあのきちんとこう入ってるわけですね。なるほど、かなりあの韓国のメディアなんかも北朝鮮の情報工作が効いてるんじゃないかと。効いてますね。それは間違いないような感じですね。ということは今回やっぱりあの半島赤化路線というかですね、そういうところをちょっと見据えていかなきゃいけないのかと。そうですね、なるほど。あと一方であのムン・ジェイン大統領もあれだけ無理してると韓国 軍の内部ってのはどうなんでしょうか、ね。まあ、小説あるんですね、いつかクーデターが起きるんではないかという説もありますけど、とても今韓国 軍にそんなあの野心も、あの正常な心もないんじゃないかとかですね、はいはいはい、いろんなあの説もあるんですね、はっきりわからないんですけども、ただ少なくとも、はい、あの退役した、はい、かつて その軍の高官たちですね、はいはい、将軍クラス含めた、はい、左官クラス、はい、そういった人たち、要するに韓国軍を、はい、の陸海空を支えていた、はい、あの軍人たちがですね、はい、こぞって今年になってからいろんな声明を出してるんですよね。あ、はいはいはい、それは驚くべき声明で、あの大統領の言うことを聞くなとかね、それ軍に対して出してるんですよ。そうですか、それはだから相当危機感を持ってるからそういうことをやってるわけですね。で、あの今回だっていやいやね、そのジソミア破棄について発表したあの今の国防部の要するに、国防大臣、いやいや発表してるね、いやいや実はいやいやなんですよ。あの人はね、空軍出身 で、はいはい、でしかもあの防衛大学にちゃんと留学した経験もある人でね、はい、あ、そうですか。だから、あのでそういう人が結構重鎮にいるわけですよ、防大に、はいはい、あの来てた人っていうのはね、はいはい、でそれはかつてその日本と韓国がある程度普通の関係の時の流れ で特に冷戦が厳然と存在していた時はですね、日韓というのはあの特に軍事的にはやはり結ばれていないとという意識がお互いにあったはずなんで、ですからそういう人たちは本当に相当じくじたるものはあると思いますね。あの韓国もネット社会、日本よりもすごいネット社会で、はい、多分報道されているものとは違う情報を一般国民得てるんじゃないかなといつも想像されるんですが、あの来年春に総選挙がありますですね、でムン・ジェイン政権の支持率も最近またあの法務大臣候補の方の不祥事もあったりして、いやしかし、どうなんでしょう、あれがね、よくわかんないですね、その世論調査もかなり操作されるのかもしれませんが、例のその法務大臣候補の張愚久という人がですね、あの懈怠な長時間の記者会見を終わった後に、あの法務大臣に就任してもいいという世論調査が増えちゃったんですからね。そういう国民性があって、要するに事実を事実として見るんではなくて、情緒とかですね、そういったものにやっぱり流されてしまうわけです、ね、それは国民性ですね。昔からそれは変わらないと思うんですね。先ほどおっしゃったように今に始まったことでないという歴史をたどればずっとそうだったと、はい、もう国民根付いてる発想、そうですね。でもちろんだから中にはそれじゃまずいという人たちも、
いるわけで、なんとかその理性的に今の韓国の危機を乗り切ろうという人もいるわけですよね。でそういう人たちの中で、例えば経済学者を中心として、あのソウル大学の名誉教授だったリー・エイ君さんがあの中心となってですね、いろんな若手の学者も入ってですね、シンクタンクを作って、でそこであの反日種族主義という、あの有名な今ちょっと話題になってますね。そうなんですよ、はい、ベストセラーみたいですね。韓国ってもともと本が売れない国で、そうですか、でもしあれが本当に10万部って言われてるんですけど、本当にもし10万部売れてたら大変なことですよ。あの本が売れないんですよ。そうなんですか。あそこはね、本当書籍のマーケットはそんなないところなんですね。でいやしかもね、要するに慰安婦問題にしても、徴用工の問題にしても、正しい歴史が書いてあるようなね、そういう本が売れてるなんて、それは一大事ですよ。17年前に実はキム・ワンソプさんという方が私インタビューしたことありました、はいはい、でそのインタビュー内容この、この本に全部入ってるんですが、あの彼が親日派のための弁明という本を書いたんです。それで17年前に出しましたら、あっという間に発禁処分。発禁処分ですか。発禁処分の上、あの訴えられてですね。発禁というのは その検閲みたいなこと。もちろん検閲です。言論の自由ないですよ。ないんですね。そうなんですね。有害図書指定ですね。有害図書になるんですね、なるほど。でなぜかっていうと、要するに日韓併合の時の、いわゆる親日派といって、彼らが断罪する売国奴という人たちを、みんな褒めたんですね。キム・アンソプは当時の歴史的な資料を全部丹念に検証してですね、そして維新会の動きが、要するに日本政府に対して韓国から併合してくれという、そういう請願書がね、いっぱい東京に行ったとか、そういうちゃんと事実を、歴史的事実があるんですね、全部それを書いたんですよ。そうしたらもうヒステリックな反応で、もうで裁判所で殴られたりとかですね。で彼はだから今韓国に住めない状態になっちゃってますからね。そうですか。でそういう国ですと、まあ、あの日韓基本条約みたいなものがたとえあろうと関係なく、ああいう司法判断が出てしまう。そうですね。で国民もそれは何のおかしくとは思わない。思わないですね。国際ルール、国際法に反していても何ともないという、そういうことですね。でそれにはね、実はもう一つ深い意味があってですね、日韓基本、今大事なこと増田さんおっしゃったんですが、日韓基本条約を結局無にする判決なんですよ、去年の徴用工判決というのは。論理的にそうなんですね。でなぜそうなったかというと、実は北朝鮮は日韓基本条約を無にしたいからなんです。なるほど。そして朝日新聞も実はそうなんです。なるほど。実はそうなんですよ。なるほど。だから全部つながってるんですよ、それが。なるほど、なるほど。でそういうふうに理解すると、今私たちが直面しているのは、単に日韓の争い事とかね、悪口言い合ってるとかそういうことじゃなくて、これはあの東アジアに残っている冷戦がしっかり見えてきたと。なるほど。そして東京に見えない東京の壁があるっていうことをはっきり自覚してですね、ベルリンの壁は実際に見えたわけですけど、東京にある東京の壁は見えないんですね。なるほど。で東京の壁の東側に朝日新聞や毎日新聞があるわけですね。NHK も半分以上は東側なんですね。でそこから日本中にあの電波を振りまいているわけです。なるほど、なるほど。でそういう状況で冷戦の最前線に私たちはいるんだということを考えれば、今の北海道の問題や沖縄の問題もね、ひっくるめて韓国問題も全部ね、腑に落ちるんですよ。なるほどね。東京 がベルリンの壁だとやるということですね。30年のタイムラグがあるのに、ヨーロッパは崩れたのに、そうですね、まだね東アジアは冷戦終わってないんですね。なるほど、そういうふうに見ていくとあるんですね。あとそれから韓国はまたあの、国際情報戦がすごく得意で、いやすごいですね。あれもあれですか、その大きな流れでいうと、そういう連中のやる戦略というかですね、あの、それは、ね、見習わないとダメですよ。なるほど。本当に日本人が一番下手なのは、人が良すぎるから謀略をあまりしない、せいぜい戦国時代にいくつかあったぐらいでね、まあその後いろいろな、まあ、徳川家康とかいろいろあったかもしれませんけど、まあ、たかが知れててね、それは三国志の時代からね、まあ、朝鮮半島もそれを引き継いでる部分がありまして、やはり
すごいですよ。それとやはりもう一つはね、あの彼らの必然性に伴って、はい、その諜報力あるいは情報発信力っていうのは自然に備わったんですよね、はい、要するに国力がなかった、なるほど、経済力がなかった、軍事力がなかった、ではどうやってカバーするのかっていう時に、当然その情報工作とかロビー活動というのは盛んにならざるを得なくなるわけですね。でそういったことも相まって非常にうまいわけですよ。なるほど。で日本はもう30年それを遅れ取ってるわけですね。本当に、まあ、日本は昔からあの豊かな大地が土壌がありですね、天候にも恵まれ自分たちだけでこう繁栄できる300年の鎖国もできた。そうなんです。でも韓国というのは常に中国からこう支配される関係にあって、しかも土地はそんなに痩せていて資源もあんまりなくて、はい、貧乏なところだったというふうな話を聞きますけどね、そういうところが生き抜く知恵は、そうなんです、その知恵はね、これはね、私たちは韓国から学ばないとダメですね。だから日本はその情報発信が全く下手くそで、戦前もそうだったんですよね、はい、情報発信が下手くそで、だから全部あのアメリカやコミンテルの情報工作にやられちゃったと、なるほど、はい、まあ、そういうことをちょっとよく踏まえながらこの日韓関係を見ていかないといけないと思いますが、あのまたあの次はですね、はい、少しあの、まあ、韓国も含めて少し幅広い資格から先生と議論してみたいと思いますので、またよろしくお願いいたします、よろしくお願いします、ありがとうございます、どうも。